皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。Nintendo より1986年10月21日に、ファミコンのディスクシステム用ソフトとして、発売されたプロレスゲーム。プレイヤーは6人の個性的なレスラーの中から1人選び、FWA と FWF の2冠無利王となるためにシングルマッチを戦い抜くことが目的。5人に勝ち抜くと FWA の王者となり、その後は5人を相手に防衛戦を戦う。最後に FWF の王者であるグレート、プーマ相手のタイトルマッチとなり、それに勝てばエンディングとなる。概要。テニス、ベースボール、ゴルフ、など、任天堂 FC スポーツシリーズの一作。本シリーズは、ゲーム自身のタイトルにそのままストレートに、スポーツの名前をそのまま使ったものであり、いずれもそれぞれのジャンル初作品だが、本作はナムコの、タッグチームプロレスリング、同年4月2日にロムカセットとして、発売、の後塵を拝しているという残念な点がある。しかし、シンプルながら後のプロレスゲーム王道となるスタイルを、早々と気づき、後の世に繋げたのはまぎれもなく、本作である。またプレイヤーキャラクターが、固定の名前を持たない任天堂 FC スポーツシリーズで、唯一、キャラクターに固有の名前や、個性があるというシリーズでも、珍しい特徴を持っている。ただし、タイトルは、ゴルフ、と、サッカー、を、除く今までのシリーズ恒例の、スポーツ行進曲、の、アレンジ版を使用している。開発の TRI はヒューマンの、前身で、組み合ってからの十字ボタンと、複合して技を、かけるという、ファイヤープロレスリング、の、システムの地盤が築かれており、同シリーズの原点とも呼ばれている。そのため同シリーズと共通する部分がいくらか、見られる。内容。プレイヤーは6人のレスラーから1人を選び、FWA チャンピオンを目指す。最初は5位からスタート。勝つとランクが1つ上がり、負けると1つ下がる。6位に転落するとゲームオーバー。チャンピオンになると防衛戦に突入し、10回連続で防衛すると、FWF のチャンピオン、グレート、プーマ、とのダブルタイトルマッチに突入。ダブルタイトルマッチは勝てば、エンディング、負ければリターンマッチへ、そのリターンマッチで負けると、ゲームオーバー。システム。ルールはシングルマッチのみで、5分間勝負。フォールして3カウントのピンフォール、リング外で20カウント以内に、戻れない時のリングアウト、コーナーポスト上で5秒間乗りっぱなしでの、反則負けで決着。体力はゲージなどで表示されるわけではなく、技が決まった瞬間に一定の水準を下回ると SE で知らせる形式。1回目に敵のような音が鳴り、2回目になるとブザーのような音が鳴る。2回目が鳴った時は、もはや風前の灯火で、やっとこギリギリフォールが返せる程度、その状態で、2度ほど食らったらまずアウト、登場キャラクター。ファイターはやぶさ。固有技は円髄切り。スターマン。固有技はフライングクロスチョップと、サマーソルトキック。キン、コン、カーン。固有技はモンゴリアンチョップと、空手キック。ジャイアント、パンサー。固有技はアイアンクローと、ヘッドバット。G、アマゾン。固有技は狂気と噛みつき。キング、スレンダー。固有技はシュミット式バックブリーカー。FWA チャンピオン。グレート、プーマ。FWF チャンピオン。CPU 専用キャラクター。評価点。任天堂の無印スポーツシリーズのため地味だが、エンディングがある。それまでの同シリーズは、あくまでプレイヤー同士の対戦ありきで、相手がいない場合コンピュータが、相手になるというためだけのもので、単戦するだけで目的意識が、生まれにくかったが、それが解消されている。実はエンディングのあるスポーツゲームはウブだったりする。これまでのスポーツゲームは一戦するだけか、スコアを競うのみでエンディングを、持つものは以外にも一つもない。ファミコン初期のゲームながら技の、パターンが多彩。任天堂の FC スポーツながら、地味ながら立ったままの打撃、走りながらの打撃、トップロープ技、など後のプロレスゲームの大部分を、網羅できている。締め技や関節技こそないものの、コーナーポストからの飛び技や、果てはリング外に落下した相手に、対してのブランチャーまで搭載している。技も、かなり多彩でそれぞれ固有技も、持っている。しかも、その掛け法も異なっており、個性が出せている。はやぶさの円髄切りのように、使いこなすには相当コツが必要で、しかも失敗、空振りした場合、少ないながら自分がダメージを受ける代わりに、当てれば超強力な威力だったりなど、バランスもいい。技をかけるコマンドはタイミングが重要で当時のゲームによくあった。なんでも、連打連打でゴリ押せばいい、という悪癖を払拭している。公平ながらも変化のある対戦ができる。それまでの FC スポーツシリーズはチームの名前があれども所詮はイコールコンディションだったが、本作ではレスラーそれぞれに固有技がありトータルでは公平ながらも変化のある対戦ができる。問題点。ダブルタイトルマッチには防衛戦を10連勝、つまりタイトル奪取までを含めれば最低15戦、同じ相手と3度も戦うのは若干上長気味に感じるところがある。ただ上記のタッグチームプロレスリングは同じ相手としか戦えず、ワールドチャンピオンになるためにはそれを35回も繰り返すという極悪なものだったので、それを思えば評価点と被る部分だが、組んで技をかける、コマンドを入れる、タイミングが感覚で慣れるしかない。組んだらすぐ技がかかるわけではなく、ファイヤープロレスリングシリーズのように腰を落とすような目に見えるものがない。スターマンにお手軽なハメ技がある。これを使えば誰でも無敗のままエンディングまでいける。後に発売された NES 版ではできなくなっている。総評。まだ草創期ということもあり、登場レスラーの人数も少なく、締め技もなくピンホールのみという地味さはあれど、後々のプロレスゲームの基礎となるスタイルは早くも気づかれている。順当にクリアを繰り返せば、エンディングにたどり着けるなど、これまでのスポーツを再現して、一戦するだけ、という無印スポーツにはない目的意識を生み出している。プロレスゲーム自体ファミコンでは3年後の1989年まで発売されず全体でも少ないとはいえ、まだ草創期の作品である本作が最高だという声も多いのが、頷ける内容。その後の展開。任天堂の FC スポーツとしては、1988年1月のディスクソフト、アイスホッケーが最後となる。上記作品は再び、プレイヤーキャラクターに、個人名なし、一戦限りの対戦ゲームというスタイルに戻っている。上記の通り本作を開発した TRI、後のヒューマンハート2個のシステムを活かして、ファイヤープロレスリングシリーズを作り上げることになる。後にゲームボーイソフトでも、同名タイトルの、プロレス、というタイトルの、ゲームが出ているが、こちらはヒューマン自身が発売している。2018年9月19日に、配信が開始された、ファミリーコンピュータ、Nintendo Switch Online、では、本作が初期ソフトの一つとして、収録されている。本作はバーチャルコンソールでは配信されなかったので、移植としてはこれがウブとなる。余談。円髄切りを必殺技としているので、差しはつくと思われるが、パッケージにも書かれているファイターはやぶさの、モデルはアントニオ猪木である。同様にモンゴリアンチョップを、使うキン、コン、カーンはキラー、カーンが、モデルである。ゲーマーの意見。消しゴム、意見。明けまして、おめでとうございます。ディスクシステムで発売された作品で、使用可能なレスラーは、ファイターハヤブサ、スターマン、ジャイアントパンサー、キン、コン、カーン、ジ、アマゾン、キング、スレンダーの6人で、ファイターハヤブサ、燃える闘魂の地に、神、キン、コン、カーン、キラー、カーン、キング、スレンダー、リック、フレアーと、いう具合に誰をモデルにしたか、一発でわかる選手が目立ちます。6人の中から1人選び、残りの5人と戦い、5人目のキング、スレンダーに、勝つと、チャンピオンになり、10回防衛すると出現するグレート、プーマとの、ダブルタイトルマッチに勝つことが、目的です。対グレート、プーマ戦の攻略法は、ボディスラムなどである程度ダメージを、与えてから、バックドロップを、重増改善を仕掛けて、フォールを奪う、これはルー、テーズに、対する冒涜では、といえば簡単ですが、出現レスラーの全ての技を使えるプレイヤーの技がなかなか決まらないと実際はかなり厄介です。延髄切り等一部の必殺技の使い勝手が悪く、サブミッションだけでなくストンピングさえ使えない等、プロレスゲームとしては作りの甘さが目立ちますが、対戦ゲームとしての完成度は保証できます。ていよし7、意見。懐かしいですね。私はキンコンカーンを好んで使ってました。モンゴリアンチョップがなかなか、勝手が良くて、今時のリアルレンダリングの、格闘ゲームに比べればしょぼさもひとしおですが、難易度も個人的にはいい感じ、世間的にはやや、ゆるいかも、でした。あと BGM が妙に耳に、残るんですよね、単純なリフだからか。ナムル、意見。良い点、星選手が個性的。スターマンとかキンコンカーンとか、星音楽が熱い。星ラスボスのグレートプーマがほぼ全技を、使ってくる。星場外乱闘もある。星技を出すとアナウンサーが、興奮して何か喋ってる。悪い点、星選手数が少ないので、何度も同じ選手と戦うのは、飽きる。星タッグマッチがない。星連打勝負なのでしんどい。総合評価、片面ソフトなのでちょっと、作り込みが浅いです。両面だったらもっと遊べたかも。ジャンボーグ9、意見。総プレイ時間、書き換えで入手。良い点、当時では結構技がありましたね。BGM も良かったです。悪い点、元キャラなく適当なレスラーのような、それでも良いんですけどね。総合評価、良い。